ブワディスワフ三世ラスコの義は、ポーランド大公及びビエルコポルスカ公。ミエシコ三世と二度目の日で、キエフ大公イジャスラフ二世の娘、エウドクシアの子で、ポズナン公オドンのイボテー。ホソアシ公と呼ばれる。1194年に、イボアニオドンが没し老いのブワディスワフオドニツが幼いままビエルコポルスカを、相続、ブワディスワフ三世は、 オドニツの貢献人として、ビエル・コポルスカの摂政となった。翌1195年に、同母兄、ボレスワフも、死去、1202年に、父が亡くなった後はポーランド大公位を受け継いだ。ところが、カリシュ広告をめぐる問題で、オドニツと、衝突、1206年に、オドニツを追放したが、同年に、重帝のレシェク一世に、ポーランド大公位を奪われた。 オドニツとは一旦和解したが、1218年に、再度追放、グダニスク公シフィエントペウク2世の元へ亡命した。1227年に、レシェク1世が暗殺されると、ポーランド大公に復位したが、1229年に、レシェク1世の弟コンラト1世に敗位され、オドニツにビエルコポルスカも奪われ、追放、1231年に没した。 1186年頃に、流言公、ヤロミール一世の娘ルシアと結婚したが、子供はなかった。ありがとうございます。